あれ、YouTube はおぎになったんだよな、YouTuber の。前回でクビになりました。もうクビになったの。早いな。ちょっと全然ダメだったってことで。東京ステーションギャラリーで、バルセロナ展というね、はい、ちょっとその街をテーマっていう見てきましたけど、いかがでしたか、おぎさん。いや、良かったですよ。あのね、どういうとこが良かったですか、ね、全部良かったと思いますけどね。あの東京の駅の、あ、オアゾのね、駅じゃないです、駅の前のオアゾというビルの大広場というところに、はい、ピカソのゲルニカの陶器の板で作った原寸の作品があります、はい、ということですね。そうです、そうです、いいですか。それでやってます、それでやってます、はい、でその後バルセロナ展を見たんです、はい、そうですね、はい、あ、そっちのバルセロナ展ですね。はい、はい、とても良かったと思いますあっちの方がとても良かったです、はい、中でも何が良かったですか。何が良かったろうな、ピカソかな、良かったの、すごい良かったですよ、とにかくピカソが良かった、ピカソが良かった結局、うん、ピカソなんだなって、とても良かったな、分かった、はい、だマリちゃんは、いやでも本当ピカソがなんかいろんなとこでなんかいろんな画家を見てもピカソの影響がすごい。それ言ったやつだからね、結局やっぱピカソだってことでしょ。結局そうピカソはでかいよね、わかるよ、だからそうだよ、結局そうだから。あとまあカフェだったりとか、え、4匹の猫、はい、4匹の猫ね、猫だったりとか行きたくなりました。やっぱり街自体がすごい面白いから、建物とか見ながら、そうね、向こうでアート見るってやってみたいです、行ってみたい街になったな。バルセロナに行きたくなっちゃったね。行きたいよね、行ったでしょ、行ったんですけど、さっきも言ったけどサグラダ・ファミリアが2026年に完成でしょ。だから俺その時また行こうと思ってるんだよ、ね、そこまで頑張って生きようと思ってるんだよ。俺もその時ぐらいだといやまだ全然生きてるけど、行こう行こう、それぐらいになったら俺も子供も大きくなってちょっと行けるかなとか、作太郎も、作太郎もね、東京ステーションギャラリーで開催中のバルセロナ展は火曜日の夜9時放送でございます。ぜひご覧ください。ガウディにピカソなど見どころ満載なんだって、うん、どうしようかな、うん、見ろあんたダリダッサパリでは通用しねえな、やってみよう